川内村のリポーターザベちゃんです。今日はイワナの里に来ています。イワナの里といえば釣り堀が有名ですが、それだけじゃない冬の遊び方をシェアします。その遊びができる場所がこちら、キャンプ場です。イワナの里では四季を通じてキャンプをすることができるんです。特にここ数年はキャンプブームで冬キャンプを楽しむ人が増えてるんですよ。竹内さん、でも冬って寒いじゃないですか。寒いですね。道具とか大丈夫なんですかね。はい、寝袋とかシュラフレンタルしてますので。もしかしてこれですね。マイナス34度まで耐えられるこのシュラフ、すごくあったかいんです。そしてキャンプの楽しみの一つがキャンプ飯。イワナの里にたくさんのイワナを使った商品があるので、それを使うのもおすすめです。これがイワナで作ったアヒジョです。これの食べ方紹介しますので。じゃあ温めたフライパンにジュジュジュ、バズルとガーリックとたっぷり入ってるので、はい、どんな酒でも合いますだと思います。いい匂いがしてきました。じゃあこちらをですね、パンに乗せていただきたいと思います。うん、おいしい。バジルも効いてますね。とってもお酒に合うと思います。そこで用意したのはこちら、川内村のお酒そばビールです。こちらそばの粒が20粒ほど入っているもので、できればラッパ飲みで鼻から抜ける感じを楽しんでください。美味しい。すっきりとした味わいになっております。皆さん、イワナの里で待ってます。レッツフューチャー、楽しいわな。